こんにちは。もうできないですけど。先ほど、もう別の動画で惜しみもなくカットさせていただいて、今回は、リップスハードグラスワークですね。これで、判定しちゃった。これで、アイロンなしで、宇都宮君を超かっこいいします。僕超直毛ですけど、いけますかブラストで。つける量は結構ね、ワックスうち多く使うんで、これぐらい見えるか。お、まあ大体よく言うのが、まあ、枝豆2個分ぐらいですね。枝豆2個分。これを手のひらと指の間にしっかりこう白いのがなくなるまで多く伸ばしてあげます。ね、で、もう後ろから全体にあー、まあ、ブラストの特徴は直毛向けでも曲げてくれるんで、しっかりこう馴染ませつつもシャキシャキと握りながら出てあげます。すごい馴染ませ大事なんで、ちゃんと馴染ませてあげてください。で、ある程度馴染ませてくると、手からこうワックスが薄くなってくると思うんで、余ったやつで前髪もつけてあげます。で、今回のスタイルはちょっとパーマっぽく作りたいのと、前髪もちょっとランダムに散らしたいんで、前髪もちょっとクシャッと握り込んでフラッシュさせながらやってあげるといいかなと。ちょっと打ってみてね。の時点で結構ある程度の形をイメージしてバッサリ来たら前髪が割れやすいから、始まるだけで結構動きをしてます。で、手にはもう結構ない状態ぐらいので、で、顔周りから作ってあげよう、あげます。で、ちょっと目尻の横には若干こう長い毛を残してあげると目力がアップすると思うので、ここは結構マストなポイントですね。小顔効果、目力アップにもつながるので。で、なじませで束がこうある程度できてるので、まあ単純にもう前髪からこう重ねて作っていってあげます。このクシャッとクラッシュさせながら配置させてあげることによって、まあ、束と束が硬いワックスなんで絡み合って、まあ、ワックスだけでまるでパーマをしたかのような動きを演出してくれます。基本的に前髪からこう重ねてどんどん束を上に上に積み上げて重ねていくだけでボリュームと立体感ができてくるので、しっかりこうほぐして散らしてあげましょう。基本的にまあ右サイド左サイドって別々にやってあげると調子いいかなと。で、こっち側も、いや僕今こう櫛使ってるんですけど、櫛とか顔周りだけ使ってあげると結構細かいディティールとか作りやすいと思うんで、ちょっと上級者向けのテクニックにはなっちゃうかと思うんですけど、使ってあげるとよりクオリティは上がるかなと思います。ね、ほぐしてラフで自然に散るような。で、フロントの動きを作ってあげたら、今度トップのですね作っ
てあげます。トップ負けと今度は耳の横にポイントとなる点を決めてあげます。じゃあこの毛とトップの毛、さっき決めた点を点と点を結ぶ感じで間を埋めてあげる、ラインをつなぐようなですね。シルエットが綺麗に整ってくれるので、こっち側とまたこっちの点も決めちゃいましょう。そしたらこっちとこっちもまた点と点がつながるように、ほぐしてつなげていくって感じですね。だからこれを取るにあたってやっぱり馴染ませでしっかり束を出しておくっていうのが結構ポイントになるんで、馴染ませ本当最初さらってやる作業なんですけど本当大事なんで、結構ね最初騙されたと思って1分2分しっかりワックス馴染ませてみてください。ただ結構やりがちなのがワックス手に取りすぎてダマになっちゃったりとか、束がすごいベチャーっとなって太いわざとらしい感じになっちゃったりすると結構後の処理が難しくなっちゃうんで、不安な人は結構少ない状態からやってあげたりすると結構失敗はしづらいかなと。ちょっとずつの方がいいですよね。ちょっとずつ、つけすぎ注意っす。つけすぎ注意。すごいさっきより全然違う、軽くなって見える。根元に空気感がすごいですね。このエアリーな感じがそれっぽくなって、それっぽくなってきましたね。正面からのシルエットもランダムに合わせば、アイロンは使ってません。ワックスだけです。すごい。うつみくん直毛なんですけど、ちゃんとワックスなじませて散らしてあげれば、全然これぐらいカールっぽさというかは出てくれます。馴染ませをしっかりやってもらって束を作っていきます。前髪はやっぱ結構櫛大事ですよね。櫛使ってあげるとやっぱりよりやりやすい、そう、細かいディティールとかは作りやすいかなっていう。ふわっとこう空気感をフロントの厚みに加えるのが結構ポイントだったりするんで、で後ろが基本的にもうバーッとなじませてもらえれば結構動きは出てくると思うんで、基本的にまず襟足は押さえてあげます。で襟足押さえました。今度つむじ周りはふわっとボリュームを与えてあげます。でこっちのつむじ周りと襟足を押さえたことによって、あと作るところはこの緑のセクションだけになるので、あとはちょっと指をこう頭皮に入れてシュッシュッシュッとこう中に集めるような感じですね。で集めた後に束をこうほぐしながらちょっと中央に寄せたい。これも最初のなじませでちゃんと束を作っておけば結構いい感じにもうそれっぽく動き出てくれると思うんで、何でもいいんですけど馴染ませがやっぱりポイントです。仕上がりはこんな感じです。パーマもアイロンも使ってません。こんな感じです。
ダストワックスでワックスのみでこれぐらいの動きは出せます。はい、ということで、一緒の人ですよ、さっきと。ビフォーアフターです。今日は宇都宮くんを、宇都宮あきとバッチリ加工しました。イエーイ。また、いろんなスタッフのカットだったりとか、こうセットだったりとかの盛り方を、まあ、僕だけじゃなくて、といろんなスタイリストでどんどん配信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこよくしていただきました。みんなもかっこよくなりに来よう。